so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit guiding, telling me not to live. Hold on to every promise I've been praying for. すごく楽しかったです。秋葉原はね、初めて日本に来た時に、まあ当たり前、秋葉原もうファーストステップ、ファースト場所ぐらいに泊まったことあるんですけど、その時はね、やっぱり不思議って思って、全部キラキラしてるって思って、今はあれあんまりキラキラしないかなって思ったら、実は多分コロナのせいでいろんなお店が潰れたりとかしてて、あ、もう大人になったかなとよく考えたら、あ、そっちかと思ってちょっと今日笑いました。で、今日はね、軽く雨も降ってるなんですけど、こちらはなんかあんまり気せずにちょろいってブラブラ歩いてみて、美味しいものを食べて、でゲームもちょっとだけしましたんですけど、やっぱり秋葉原だと全部好きなものを周りにたくさんあるって、多分もう秋葉原オタク的な一番楽天みたいな場所じゃないかなと思って、でなんか今日はまあすごくいろんなお店とか入れなかったんですけど、あのやっぱりコスプレのあの衣装屋さんとかメイドカフェとか、可愛いコスプレアガールズとかいっぱいいて、やっぱり秋葉原はね、誰でも行ける場所ちょっとではないかもしれないんですけどね、なんでわからないけど、例えば私みたいすごくこの世界が大好きな方だと、あ、すごい楽天だなって思うんですけど、初めての人は、え、これ何これ、みたいな感じでちょっと不思議な場所になるかもしれないんですね。うん、でもなんかやっぱり秋葉原だと何でもできるみたい、何でもある、で好きなジャンルとか、例えばミリタリーとか、あとアニメと漫画、当たり前もそうなんですけど、ディズニーとか、本当普段遠くに見つかんないものは特に見つけるの特別な場所だと思います。昔、ほんと昔なんですけど、12歳の時はね、秋葉原のことを初めて存在を知って、でなんかどこかのテレビのドキュメンタリーとかに見たんですけど、わーすごい、何これって思って、ほんと綺麗な街だなーって、全部キラキラしてるし、
本当ね、見つかんないものが多かった。なんかパソコンからのものとか電気屋さんとか、やっぱりそういうアニメとか漫画グッズは私しか知らない作品はここだと誰でも知ってるみたいの。なんか昔はね、なんかよくアニメ好きだったからいじめられて、やっぱりオタクのイメージはね、すごくまだネガティブだったし、今もちょっとだけ変わってきてると思うんですけど、なんかこのいいところをもうちょっと紹介したいなと思って、今日はちょっとエイソも撮ってみました。皆さんが好きだったらぜひコメントしてください。あとよかったらチャンネルも登録してくださいね。よろしくー。